始まった。あ、それで今映ってます。あ、始まってる。始まってる。画面の調子で、あれだった。いつ始まったの？始まってなかったね。放送事故になってる。本当だ、本当だ。大丈夫。大丈夫ですか？映ってないです。あの、本日も始まりました。始まりました。始まりました。映ってます、今。映る。あ、よかった。よっしゃー。イエーイ。よっしゃー。声聞こえる？今日は。聞こえますか？あ、なんか今日は声聞こえますか？前聞こえなかったみたいなことがあった。聞こえなかったらしいから。はい。大丈夫ですか？聞こえますかね。はい。はい、今日はですね、あの、ディアーサーティーン。イエーイ。ここに、ここですね。ここです、ここです、ここです。このメンバーでやっていきたいと思います。よーし。ではタイトルコールいきまーす。よーし。これ SPL 東京の言うから。はい。全力で。好きにやっちゃって。もう好きにやっちゃってって言わなくてもいい。もうそれぐらい好きに。それぐらい好きに。それぐらい好きにやっちゃって。はい、うん。よーし。それではいきます。SPL 東京の好きにやっちゃってー。よいしょー。テンション高め、テンション高め、テンション高め。ちょっと酔っ払いましたね。いやー、はい、そうですね。本日もご来店ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、楽しかったね、今日ね。楽しかったっすね。盛り上がりましたね。よかった、よかった。ちょっと、今日俺乾か、乾かくないですか？大丈夫ですか？乾杯してない。大丈夫ですよ。え、ちょっと今どうでした？あ、いや、ちょっと赤い。フライングしちゃった。ちょっと赤いです。あ、ちょっと赤いです。さくらさん、いつも赤い気がする。いつも赤い、いつも赤い気がしますけどね。お酒弱。いや、さっきヘルプのくせにな。ああ、あったね。そう、いいんだけどね、いいんだけどね。仲良くやりましょう。乾杯しますか。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。それではですね、今日はですね、スペシャルゲストが来てくれています。来てくれてるらしいですね。誰だっけ。誰だ我らがディアサーティーナンバーワンよっよっ、すっごいいい感じの勢いで来てくれると思います。早起きはやとー、よろしくよろしく。イエーイ、よいしょ。さすが来たね、ゲストなんで。はい、あ、まあ、いろんなこと聞いていこうと思ってます。思ってます。よしめっちゃ息切れとる。めっちゃ息切れとる。めっちゃ息切れ。走ってきたの？走ってきたし。なんで厳重に早起きなの？だって。え？なんで厳重に早起きなの？え？目標が目標が早起きだからです。なんか、でも今月解禁やから、全然普通 に。いや、あの、解禁を解禁を解禁が目標？普通だね。解禁をどうやるの？解禁が目標です。で、それなんか今まで解禁したことありませんって言ってるようなもんで。あ、じゃあ乾杯、乾杯。イエーイ、すごい。あ、よいしょ。あ、待って、めっちゃ濃いよ。え、絶対濃くしないでしょ。いやいやいや、俺らもめっちゃ飲んでるから。いや、俺らも飲んでるから。え、マジだよ。だから顔見て、俺の顔見て。真っ赤よ。俺の顔見て。そう、真っ赤かじゃん。トマトも見て。トマトも見て。トマトみたい。はい、そんな感じでこのメンバーでやっていきたいと思います。だってめっちゃ濃くしてるよ、絶対。まあまあまあ、明日も早起きしてもらって。いや、するするする。サダチハヤトとか言われてんじゃん。え、サダチハヤトとか言われてる。朝立ちハヤトはね、ちょっとうまい。いや、朝立ちはするよ。うまいね。それはするよ。早くしなさい、言われてる。してるから、早してるから。お猿さんは誰に対するお猿さんなの？俺かな。りょうま、お猿さん。俺いつも何時間寝てるの？いいの。でも早起きにめっちゃ結構食いついてくれてるね。早く知らないですね。ごめんなさい、俺もしないと。早くしないのね。はい、こんな感じでやっていくんですけども、はい、はい、何話す？そうっすね、なんだろうな、ね、
何話す？何話しますか。まあ、でも光る。いやじゃあそのあそうだね。あ自己紹介そうだね。自己紹介からしていきましょう。はいはい。光る顔赤くね。俺もちょっと飲みすぎたかもしれない。リアル13そしてクラブジャムで代表やってますさくらです。イエーイ。6回目ぐらいかな出んの。おお、うん、そんなもんよマジで。もっと出てるイメージありましたけどね。いや見てない大して見てない大して見てない。前回なんてひどかったからだよ。ああなんか音声がディアーズの、いや違う、この先週のやつ、あディアーズのなんか一発芸大会みたいなやつ、はい、あったんすか。へえ、うん。俺ら沖縄旅行行ってたじゃん。あ、そうっすね。で、なんかもう飛行機時間遅くて、あ入れなくていいよ。今もっと飲んでって言ってるからみんな。今龍馬が思いっきりちょっと飲んでるんだけど、今日月足そうとしてるから。めっちゃこれ濃いから普通に。俺は入れるよ。絶対入れてるもん。あ、ちゃんと自分のには入れてますっていうね。もっとっすか、もっとっすか。行きますね。もっと行こう、もっと行こう。え、やっぱり大丈夫これ。いや前回の先週の放送はもうディアーズでやってて、でそれでなんか一発芸大会とかでもう あったんすね。もう一発芸決まった。よかった俺そんなん。やだわ一発芸大会。チャミリュウヤってやつがすごい滑ってた。うん、やだマジで地獄だ。死ぬほど滑ってた。地獄だな。それでも次の日ちゃんと出勤するからあいつ偉いよね。すげえ俺やったら泣いちゃう。滑って。そんな感じですか。だってメッシュ君が、あじゃあアランが前回ほら出た時に、あそう滑っなんか自分の中で滑ったって思ったらしくて、あもう出たくないみたいなちょっと泣いちゃってるから彼は。トラウマになっちゃって。あいつは何なの？トラウマになっちゃって。あいつは何を目指してる？メンタル弱すぎる。バカなの。もう出たくないって書いてある。そう。言ってこれあのアランのコメントなのかな。あアラン見てんのかなこれ。見てくれてる。見てる。あ見てんだ。多分見てるっす。本当に。あじゃあまあ自己紹介で順番に行きましょう。あ次龍馬さん、龍馬さんですか。じゃああの毎度おなじみか知らんけどこれ毎度おなじみにしたいんで僕の掛け声あるから。おおそうなの。おねだりって言ってくださいね。はい、おねだりおねだり。いやバラッバラいきなりすぎて今全然落ちない。おねだりもう一回もう一回もう一回。おねだり龍馬なんで龍馬なんで。ここまで含めて毎回テーマ。いやここがこれがミス。はいはいはい。これの次はい。嘘はい。あはい。初めましてですね。皆さんちょっと初めて出させていただくんですけども、ディアスさんに光るって申します。お願いします。慶応。慶応。ちょ大学名やめてください。めっちゃ真面目やん。大学名。すごい真面目。ああなんか掛け声とか確かに作ればよかったね。俺はもう持ってるんで。じゃあ次早起き。あすいません今日あのナイトチューブのために急遽。頑張って酔っ払いました。早起き早起きです。お願いします。早起きします。これかわいい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 。この4人のメンバーでやるんですけども、はい、はい、まだ始まったばっかなんで、まあなんかこの間その沖縄旅行楽しかった行ってきたんで楽しかった。光を置いて僕は行かなかったですけど沖縄は行ったことあるんで話にはついてきます。いやダメだ。だめ超楽しかったよ。マジで沖縄楽しかったよ。何が楽しいか楽しかった楽しかった楽しかった。国際通りが一番楽しいよ。国際通り。どういうこと？海とかじゃない。定番なの。国際通り。海とかじゃない。国際通り。終日国際通り。濃い。ああ何でしょう国際通り。国際通りお土産買う。お土産買う。美ら海水族館のショップでお土産買う。その時点で国際通りじゃない。行きましょう。チンアナゴいるからあそこ。ああこういうアナゴね。2本もいた。こういうアナゴね。っていうかあのね俺ね美ら海水族館とかあの琉球ガラスでグラス作ったりとかそういう観光みたいなのしてたので。光る光るって言ってくれる。え行かなかったんですか。みんなに断られた。超寂しい。いやスキューバはでも超面白かった。スキューバダメだったね。沖縄ほんといいとこだよ。住みてえマジで。濃いもんだ。ちょっと沖縄の話してて。沖縄の話してて。これは濃い。どう言ったのにだから。え、待って待って。なんで入れ替えてんの。ちょっと仲良くして。じゃあ今日営業中に俺はハヤトよりお酒強いってめちゃくちゃ言ってたんで。いや絶対強いって。いやでも一番。だからじゃあ。はい。いや、俺が一番強いんじゃねえか、でも。あ、じゃあ、はい。いや、でも俺のも濃いから。おねだり、おねだりして、おねだりして。飲んでみなよ。おねだり。おねだりーよーまーで待って待って。即潰されるやん、俺。なんなん
ちょっとトイレ行ってくるね。あ、マジっすか。ちゃんと喋ろうとか言われてる。で、濃いっしょ、俺の。確かに濃い、頑張ってるわ。あ、でも、マジで、多分俺が一番薄いやつから。待って、一番薄いから。結果一番薄いやつから、それ。美味しい。だってずるいよ。これさ、もらっちゃダメなのかな。ダメだ、これ。濃いわ。淡麗とか雑かって言われてるから、ちゃんと喋って。雑かって言われてるね。じゃあ、隼人、ほら、なんかないの？俺そうだ。あ、でも、沖縄で、今日、うん、あの、そう、嬉しかったことがあって、やっぱなんかその、それはこれはあのホストに関わることだと思うんだけど、でもなんかそのなんて言うんだろう、結局僕らってあの売り上げを上げてお金をもらえるわけじゃないですか。まあ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 ね。そう、それでなんかあのなんて言うんだろう、じゃあ僕らからあのシャンパン開けてとか、これもらっていいとか言ってあのあげるのもいいと思うんだけど、でもなんかサプライズっていうか、僕知らん、担当の僕が知らんのになんかあげてくれるのはすげえ。確かに嬉しいね。今日それあったから、マジで。で、なんか僕はあ、これ言わないでおくけど、だからその言わないのか言わないけどそう、だからなんかそのちょうど今、あ、そう、それも言わなきゃいけないの。トモヤさんと、あ、そうだ、そう、リオさんのシャンパンファイトみたいなやっとって今ね、そうね、そう、11月19日まであのリオオリシャンっていうのとトモヤオリシャンっていうののどっちが多く降りたか、そう、降りたか勝負してて、まあ、そう、数じゃってポイント制なんだけど、あの、ちなみに言ったけど13は専務推しなんで、あ、そうなの。そうだよ、まあ、今日あれですよね、今日だってトモヤ専務だから、もうあのリオ社長のシャンパン下ろした瞬間はもう除外やから。あ、そうなの。ディアンサーティングが除外しかもトモヤ専務のシャンパンを下ろしたら、うん、あの飲み干すじゃないですか。あ、飲み干して、あの中に当たりとか外れとか、そう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 、いろんなイベント、あー、やばいやばい、イベントがあるからね。なんでどうしたの、なんでどうしたの、どうしたの、やべえ、まあ、一体化してる。え、自己紹介、自己紹介、じゃあ、ね、一体化してるね。どうです、金です。書いてないけど、ちょっと急遽急遽来た、急遽出演予定じゃなかった銀ちゃんがね。まあ、いいんじゃん、いいんじゃん、いいんじゃん、銀ギラ銀ちゃんが来てくれました。あ、さくらさん、たぶんさ、今なんかどっか沖縄の話しててって言ってどっか行って、あー戻ってきましたね。おーいっす、いいっす、あーっす、いっす。え、どうすんの、これどうすんの、銀ギラさん、銀ギラさん、銀ギラさん、あ、いいよ、俺ここで、あ、ここで、こんな感じで、いいっす、あるよ、いいっす、あ、いいっす、これ持ってくる、いいっす、持ってきて、あれ、俺筋トレ来てると思ったんだよ、これもらいます、来てないよ、筋トレ来てないね、来てないんだ、筋トレ、だって今月の給料いくらとか、誰が一番売れてるのとか、結構エグい質問来るんで、誰が一番売れてるの、さくらさん。そう、確かに当たり前だ、さくらさん、ヤッコラセックス、ヤッコラセックス、なんでともやさん推しって言う、いやだから、まあ、それは多分推しはリオさんの方が多いかなっていうから、多分サーティーンはともやさんかなっていう、あー、そうだ、まあ、なんだよね、え、リオ社長さんパンの方がちょっと安いんだっけ、おー、ぶなかった、ともやさんの方が安い、逆だ、ともやさんの方が安い、うん、そうそうそう、なんか、で、それでポイントでっていう勝負なんですよね、うん、で、で、その社長、リオ社長も、トモヤさんも何本出たかで対決してるらしくて、おーイエーイ、お疲れ、自己紹介いきましょう、自己紹介先してたんですよ、はじめまして、銀でいます、おしっこしてないし、銀、あ、そうだ、銀でいます、銀キラ、銀です、ゲゲイゲゲイ、濃いね、濃い、濃い、これ濃いよね、濃い、しかもなんかもういつか淡麗飲める日来るのかなと思って、あー、ここで銀ギラ飲め、いや、持ってきたら飲めるよ、うまいっすか、持参性、持参性だったね、ちょっとうまかったっすね、ビール好きなの、カロリー飲んだ、銀ギラ飲めって言われてる、いや、もう飲んだ、ちょっと、もう一杯飲んだ、俺も後ろと一体化してるから、ちょっと、そうだよね、そうね、顔が浮かんでるみたいな、顔浮かんでる、うぅ、あー、そう、あの、亡霊してました、そこ、ここか、ここに書いてあります。あ、ああ、ちょちょちょ、本当だ。ハヤトアホだからこう。ここに。あ、本当だ。ハヤトアホだから。これね、これね。告知告知。そう、あれこれ。可愛すぎるでしょ。これが。はい、10月22日ですね。我らがユナイテッドディアス、そしてディアンサーティン合同でハロウィンパーティー。そう。やります。行います。何やんのみんなコスプレ。これ僕、言っていいっすか、言っちゃっていいのか、仮装、え、言っちゃっていいっすかそれ僕は、じゃあ、僕言いますけど、うん、え、もうほぼほぼ決めてるのいいっすか、8割方決めてる、あー、あの、ビール、ビールのかっこいい、かっこいい、いっちゃんおしゃれだと思う、結構ほんとに、マジでビールしようかなと思って、あー、バドワイザーみたいな、いや、ちょっと違う、ちょっと違う、オリオンビール
まあ、とりあえずだからだから俺も嫌いだからね、嫌いだからね、ネットとかでネットとかでそのなんかビールサーバーみたいなそういうやつ買って、でなんかそのちょうど本当オリオンビールのオレンジ色の T シャツ買った沖縄で買ったんで、それ着てで、あとなんかもう顔は血だらけでみたいな血だらけのビールだね、血だらけのビール、おい途中で何があったんだみたいなビールのゾンビそれで行こうかなってました俺でも、俺もちょっと決めてるけどね。あ、なになになに、いや、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ、スターウォーズのC3PO 分かるみんな。あ、あの金色の金色の金色の小屋金色のあれおねだり PO っす、ルーク様ってずっと言ってるやつ分かるちょっと聞いてやれよ、おねだり PO っつってんだから触れてやれよ。いやもういいっす嫌いごめんごめんごめん、それをやりたいのよね。あーいいじゃないですか、やるわ俺一番嫌いなの。でもさ、むずいよねあれ。どうしようかね。いや俺なんかちょっと代表何やるんすか。俺昨日タクでなんか聞いちゃったからあれ桃太郎。あ、え、なんで知ってるんすか。絶対嘘じゃん。本当っすか。いや、お兄ちゃんやろうと思って。あーガチなやつだ。え、ゆうのシーン血だらけのちょっとかっこいいやついくんだ。血だらけのかっこいいやつか。はい、え、いいな。いや、ビビタイミングで CM お願いします、出てますね。まあだから、それまでにまとめといて、だから次に、だからもう一斉にパッて言いましょう。何を言いますか。次何やるかとか、22日の意気込み的なの。そうだね、それはあるから。そうだね。まあでもなんかちょっと俺意地悪したいなっていうのはある。タイミングで CM、 もう CM なんて今がタイミングどうぞ。全然送りが取れないんですよ。なるほど、さすがじいさん。いや違うな、お前は顔が悪いんだ。お前はうるせえ。俺いたよね。俺いたよね。CM 見た。俺いたよね。いたね、いたね。俺いたよ。途中でいたね。いたよ。俺いたよ。りょうまさん10万円払ったら失礼してるからね。じゃあちょっと引き続きね、ハロウィンパーティーの話していけたらいいなと思うんですけど。そうですね。内容ねえとか言われてる。ヒカル、出勤そもそも。あ、もう出勤しますよ。当たり前じゃないですか、ハロウィンのイベントなんでね。行きます。22日何やんの。去年流行ったやつなんですけど、スーサイドスクワットって映画あったじゃないですか。あ、スーサイドスクワットね。スーサイドスクワット、なんかアメリカで。それのハーレークイーンやります。そうだ、なんか言ってたのか。しかもハーレークイーンに行きます。クイーンの方ね。そう、もうハーレークイーンちょっと遅れてるよね。しかもちょっと遅れて、しかもなんか女子じゃないし、やっちゃうんだよ。それやっちゃうんだ。あ、いいっすか。あれでもそれ面白いと思う。話聞いてたら、そういう癖あります、こいつ。ちょっと待ってください。マジでそう、酒強くないのに強いって言うし。いやいや、ま、強いか。もう1年潰れたことないから、もうおい、この1年グイ。おい、いや、あ、これこっち。いや、はい、おい。銀何やん。あ、銀内緒だよね。俺固く内緒っすね。なんかでも俺聞いた気がする。おい、やめろ。めっちゃ言われとるやん。ちょっと古いなって言われてる。ああ、言わないです、言わないです。え、言わない。言わない。俺はちょっとやっぱ来てからの楽しみじゃないと。だから顔見えないですよね。俺も実際シーズン見えないやつ。顔見えないやつ。顔見えない。顔見えないやつ。顔見えない。そう。でも撮ったら、撮ったら声やばい。顔見えない。顔見えない。顔見えない。一番大きい。うるさ。やっぱ撮ったらなんか面白いねみたいな。うるさ、マジ。あ、撮ったら面白い。撮ったら面白いね。ああ、楽しみだね、それは。もうだから福袋的な、なんかないし、開けてびっくりみたいな。出張もね。クソみたいな。出張ある。いや、マジで。も俺も本当 C3PO 決まってないからな。え、どう思う、みんな C3PO。あれでしょ、もう全部脱いで金箔に塗っちゃえ。いやいや、パンツまで塗っちゃえ。
店汚すのなしで。そうなんですね。だからなんか塗っちゃうと自分の顔汚す、汚れちゃうから、自分の顔は汚すけど店は汚しちゃダメ、汚れちゃうんだよね。グイ待って、これお前これ今日言ってたかね。あ、こんだけ今日言ってた。今コメント来てるけど、ヨーダいいじゃん。いや、俺そんなに小さくねえからな。小さいから、そんなに小さくないよ。途中で飲まないのないっすよ。この中で一番小さいんじゃない。やばいよ、ほんとに70ちょうどあるから。じゃあ半分まで飲んだら、やばいよ、半分まで飲んだら俺は助けますよ。これやばい。でも一番強いとか1年潰れたことないとかって全国の皆さんの前で言うのがよくない。そうそうそう、だから飲むしかない。だから飲むしかない。ダメだよね、飲むしかない。顔が分かった、しゃあない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 。俺こう見たらほんとに何か待って、そんな濃いんですか。場所変わる、場所変わる。ああ、全然いい、全然。え、ヨーダ決定。そう、ヨーダ決定言われてるよ。どうすんの。リョーダ、リョーダ特殊メイク。リョーダね、リョーダにしよう。特殊メイクなんだけど、リョーマ、ヨーダ特殊メイクだよりってやばいの。リョーダ難しいよ。あれだけ、ヨーダ一日だけちょっとそのための名刺欲しいね。おねだりヨーダ。それがデンデでいいよ。あ、分かってくれる？みんな、デンデ。ドラゴンボール。デンデ知らないでしょ。ドラゴンボールのデンデ伝わるのかな。デンデ知らないよね。こっち来る？デンデって聞いて、ドラゴンボールだって分かる人がレアじゃんね。分かりづらいよね。どうしよう、ほんと。いや、まあそんな感じで。ほんとは、浦島太郎やろうと思ったの。あー。で、もう、ラッソン歌いたいってねだって、海の声歌おうかなとか。あ、いいっすね。俺そこまで。どうした、どうした、だけどどうした、どうした。え、今の顔めっちゃブサイクやばかったよ、今の。いや、何してるの。今多分マジンブー出てきてる。ホースの力が働いたから。海の声知らない。海の声って曲だよね。海の声が聞きたくて。はい、その次、その次ないんや。知らんのや。いやでもね、でも浦島太郎はちょっと髪の毛がねないから、あー、なんか後ろでまとめるみたいな。そうそうそう、そうですね。そこだけみたいな言われてるし。だからいいな、すごい。いいね、浦島太郎いいっすね。え、何してるの。目座ってる今。どんだけ真顔でいられるか。あー、目座ってる、大丈夫。で、ハロウィンパーティーだからちょっと五度営業だけど安く来れるのかな、確か。ああ、あ、そうなんですか。確かね。じゃあね、ちょっとLINE 見ないと分かんないけど、業務連絡。ちょっと気安くなってるんで、ぜひ来てください。俺に会いたい人、ぜひ。あ、じゃあ俺に初回指名で多分コスプレしてくれた人たちはプレゼントだけど、どっちにしろ多分コスプレしてきたら安くなるっす。あ、そうなんだ。じゃあさらに俺の何かがもらえる。特典で。何何何、今決めたんだ。何何何何何、そう、何がいいかな。じゃあコスプレしてきたらヨーダ。コスプレしてヨーダじゃない。だからそっからヨーダって。多分予備でヨーダ、予備でヨーダ。じゃあどうしよう。言った。あ、僕はい、リョーダ、リョーダ、リョーダがいい。何してあげようかな。あ、その子の希望で、ああ、その子の希望でいい。それ龍馬指名じゃないとダメなの。あ、僕指名じゃないとダメです。なるほどね。無理なんだよ、無理だけどね。無茶なやつはダメだよ。チンチン出しても。まあ、どっちの範囲だ。もう、キミスダン発言。え、じゃあもう龍馬 100% やればいいから。酔っ払えばいける。トレーニング龍馬 100% やればいい。酔っ払わせるほど伸ばしてくれたらってことですよ。そうそう、そういうこと。ポスト取れや。無理無理、そういうこと。そしたら何言うの。そしたら大体の希望は聞くよ。龍馬 100% やればいい。龍馬 100% ある。じゃあヨーダ、ヨーダ 100% やればいい。ヨーダやりながら全身緑で、緑でこうやる。全身緑、ちゃんと耳とかもこの緑の感じでね。いいじゃん、いいじゃん。もう流してくれたらヨーダになっちゃう。来てくれたらやってあげるよ。ハヤトは何やんだっけ。僕ビールす。全然面白くなくなっちゃうね、そんな。今すごい盛り上がってたけど。え、ヨーダは。じゃあ分かりました、じゃあビール 100% でしょ。裸でビール、ビールで隠す。ビールで隠す。ビール 100% でしょ。
発泡酒とかじゃなくてビールだよっていう、ビールだよっつって、うん、たまにサービスしますよ、ちょっとカラーのちょっとちょっと、もうなんなら、なんならもうみんな 100% でいいみんな 100% それ絶対ビール、出てくるやつビールじゃないじゃん、知らない知らない知らない、じゃあね、やめろや、もしかしたらグラスに、あ、俺のビールが入ってるかもしれない、辛口だよ辛口だからね、お前やばいね、このビールだよ、いや、下品だよね、辛口だよ、うん、全然下品じゃないし、ハヤトのビールは一貫ないのいや、無料でやりますよ、無料で、無料でそや、飲ましてくれた分だけ出るから、ああ、ビール飲んだ分で、それはさ、そうそうそう、もうあれじゃん、飲んだ分だけ出るから、それはもうビールじゃなくてあれじゃん、ザ・ビールじゃない、最低、そう、シャンパンだとなおさら質がいいですよね、オリオンビール出るかもしれない、すげえいいね、オリオンビールエビスビール、スーパードライ、スーパードライとかじゃなくて沖縄がいい、オリオンビールがに、ね、あのグレードアップするかもしれない、そこはもうめっちゃ下品言われてるようぜ、あ、もうあと5分くらいだね、早っ早い、楽しい時間は、マジか、映画です、この流れで終わんなくてよかった、うん、じゃあなんかマジでこの最後の5分はちょっと真面目にやった方がいいんじゃない、そうだね、真面目なことを言おう、うん、ちょっと俺割と来なくてよかったわ、じゃあじゃあ一人一人ちょっと喋って終わろうよ、そしたらそうっすね、うん、何じゃなきゃ、うん、なんかお題いただければ、そうですね、お題がないかみんなで何を喋るかっていうなかなか考えてないよね、そうですね、あ、今更真面目とか無理だろ、光るって読みますこれね、はい、あの、アキラって書いて光るって読みます、あ、そうだね、こっちか、光るって読みます、はい、光るくんちょっと初登場やから、あ、いや、そうだね、やってるだけやって、光るくん中心にいいんじゃない、ガンガンアピールした方がいいんじゃない、アプール、ガンガンアピールして、アプール売り出す、光るでーす、まあ、でも、何を光る 100% やって、光る 100% どういうこと、これからちょっと、なんかこれ全然あの光沢ないんだけど、確かにただかギラギラしてグレーのインナーなんだけど、カメラの目ですごいギラギラしてる、ギラギラして俺の名前もここのなんか白さもなんかすごい、すげえギラギラしてる、なんでだろうね、この写真ユッティみたいギラギラしてるね、ちっちゃいことは気にしない若智子みたいな、あ、俺一体化しよう、若智子イエーイ、いいよいいよ、そういうのいいよ、いいよ、めっちゃフォローしてくれるじゃないですか、はい、はい、そう、じゃあ違うんですよ、1分前なんで、1分前です、じゃあ最後、はい、来てくれた銀、そう、銀ちゃん、銀ちゃん、銀ちゃん、本当にちょっとなんか全然 LINE ID 銀ちゃんだけど、これを見てくれてる視聴者様に、視聴者様に視聴者様にね、はい、はい、見てくれてありがとうございます、お、僕たち今月10月22日ディアーズ&ディアーズ13合同ハロウィンパーティーがあるので、ぜひ受ければ、こうイケメンとかいろいろ揃ってるので、よろしくお願いします。どんどん飲ませてくれても全然嬉しいので、飲ませてくれるだけで嬉しいので、お願いします。お願いします。マジで、俺初回指名で来てくれたら、本当ちょっと希望聞くかな俺は。本当。待ってる。お願い。やー。